小座小座やっほー、私ミスタースティービーではないんですけど、崎山優がお届けする GMK です。イエーイ適当でごめんなさい。はい、こんな感じ。じゃあまったねー今日はあのスティービーさんがお休みです。はい、どっか来ました。大阪かな、福島。福島、あ、よく覚えてる。福島です。福島に行ったそうです。なので私崎山優衣とFM 小座千葉のその子と、あと今日ゲストが来てます。じゃあ左からどうぞ。鈴鹿です。鈴鹿ですと、その横のとマヨです。はい、ガネコマヨちゃんが来てます。お願いします。お願いしますって感じ。どうしよう、モーリーさんもいないけど、モーリーさん寝てるのかね。起きて、はい、聞いてる。じゃあ沖縄市の天気行った方がいいかな。はい。沖縄市の天気は、雲一つありません。あ、本当だ。うん。今日晴れですね。いい天気だね、今日ね。うん。いい天気だけど、ちょっと寒くなってます、沖縄。確かに。雪降ったってよ。あ、北海道、初雪。嘘でしょ、もう北なんですね、旭川で。へぇー。そうですよね。そうなんだ。そう。沖縄はいつかな。ユイの同級生は先週バーベキューしてたけど、海で。まだまだ。まだまだできるね。まだできるよね。まだやってる人一応いっぱいいたよ。うん、そうなんだ。そう。新しい。やりたいもん。やろう。って感じ。じゃあ、スノーコさんお願いします。何が困ったら降るんですか。どうすんの、今日ガラストークするって言ってたさ。だからね、確実にね、女しかいないのでね。うん、やろう。まだ、うん、まだやったことない、そういうの。こないだ、うん、全然ガラストークじゃないんだけど、実は、金子まやちゃんの、ズンバ行ってきた。そう、そうなの。ゆりさん来てくれたんです。うん、あの、町ゼミ、うん、あの、そうそうそう、商店街をね、活性化させるっていう。写真写ってた？じゃあ、ゆいさんの時の写真だけ、なんか、スティービーさんからまだもらってなくて。スティービーさんカットしたのかな。でもめっちゃ買ってましたよね。超下手くそだったから。うっそ、だって、踊りうまいもんね。知らできない。しかも、超スタイルいいさ、なんかさ、ピチピチの感じのやつ着てきてから、男の人いなくてよかった、ゆいさん。もう超可愛いよから、もうほんとね。そう、行ってきてね。ほんと初めて見たわけね、まゆちゃんのズンバ。あ、動いてたから。そうそう。あ、歌ってる人こっちか見たことないから。確かに。でも、やっぱり上手だった先生なのか、だからわかんないんだよね。だから動きが全然違かった。ゆいとマミーはついていけるか。そう、ゆいさんのお母さんとね、来てくれてから。お母さんも来てたんだけど。一応もう超賑やかでした。今まで4つ、町ゼミやったんですけど。あ、ズンバの、うん、9月から4回やったんですけど、うんうん、ゆいさんとゆいさんのお母さん来た日が一番賑やかでした。ずっと笑い声聞くだけ、後ろから。優しいね、まよちゃんね。賑やかだって。全然賑やかじゃない。ありがとう、優しいってくれて。違うよ、本当に、本当に。楽しかった。あ、超ウケたんや、確かに。こうやって、ゆいの目の前にまよちゃんがいたらまだいいんだけど、ゆいの目の前にお母さんがいたわけ。そうね。なんか交互に立ちましたもんね。そうそう。なんか、もう動く、本当に4名いたんだけど、うん、こうやってこ、4名こうやって交互に立ってたんだけど、うんうん、自分はお母さんの斜め横で、もうお母さんしか見えてこない。邪魔みたいな。違うでしょ。超嫌、なんか全然できてないわ。そう、でも一生懸命めっちゃやってくれたから、超楽しかったんですよ。でも楽しかった、うん、本当に。よかったと思って。全部やったことある、そのあるある。だから、え、あるの？すごいよ。私は県外で。あ、そうなの？あ、やってたとか。うん。え、うん、だからすごいですよね。だからさ、こんなだった、こんな。同じ協会のインストラクターの免許ね、持ってます。免許持ってんの？そうなんですよ。私はあの、エアロビの方。え、エアロビとズンバって違うの？エアロビとズンバはちょっと違う。あ、うん。習いたい、その子さん。免許持ってるのが違うってことだ。そうそうそう、エアロビ持ってて、ズンバ持ってる。そうだった。
ったの？そうなんだよ。その子さん踊るの？踊るよ。やばい。今度ですね。今度その子さん街で見せたら。だからそうですよ。なんでよ。えんちゃん行きたい。やだよ。みんなで足掛けをしよう。なんでよ。私はまやちゃんのズンバやりたい。本当に。あ、ね、あと1回あったよね。ん？あ、終わりました。は？11日に。終わったの？この間、うん、日曜日に、そう、終わって。あ、じゃあこの間の週で終わりだったんだ。はい。ゆいたちの次か。次に。で、町ゼミ自体も12日までだったので、一応終了で、3月からまたやるみたいですけど、それはまた、プロジェクトが、どうなるかは分かんない。そうそうそう。はい。あ、やったら行ってきたら。来てください。というふうにね。ちょっと楽しいよ。そう。ズンバはなんか。ズンバなんてもっとさ、なんかサルサみたいなのと思ってたわけ。うん。激しい。さあ、確かに。結構ね。激しいよね。激しいよね。なんか、やっぱ初心者の方が多いから、曲も、なんていうの、優しい曲とかゆっくりな曲選ぶんですけど、選んでこないだ5曲やったんですけど、なんか、やっぱりそれでも汗かくし、きついし、一曲やるだけでなんかいっぱいいっぱいなります。なんか、え、まだあるのだ？なりましたね、最初。ええ、そろって、もうちょっと難しいになるんだけど、これでいいから。もう無理と思って、ほんとに。そう、なんかでもできそうだけどね、あれだけステージで踊るんだから。踊らない、踊らない。ステージ踊ったら、いわゆるステージであっちに行ったり、こっちに行ったり。谷歩きか。本当。はあ、おかしい。いやいや、でも体力あるからね、皆さんはね。全然。スノコさんあるんじゃない？いや、もうないよ。もうないよ。もうないよ。てか、AR って覚えてる？覚えてるよ。もうお母さんくたくたよ。そうだよ、お母さんだよ。でも楽しそう。本当にやりたいですよね。ね、やりたい。ね、長いダンス。ダンスは4歳。これも4歳からずっとやってるので。そうなんだ。すごい。だからなんかあの、あれ、なんだっけ、曲とかいろんな曲をバーって流されても、なんかどんな感じで振り付けしたらいいかなとか、そう、そういうのがあるから多分ズンバも入りやすかったんだと思います。ああ、やっぱり。あ、そう、あ、音楽何このジャンル問わず、聞いて踊ってたの。はい。なんで、そう、ジャズクラシックを基本、主にやってたんですけど。ジャズクラシックって何年何年何年ちょっと何ゆったり系ゆったり系。ゆっくりだけど、あの、やるとすっごい、あ、セクシーかな。なんかハットかぶったり、そうそうで、なんか体重の移動とかもちょっと難しい感じなんですけど、そういうゆっくり、見たらゆっくりなんですけど、実際やると、なんか難しくて、それを基本と、そうそう、基本にしたところで習ってたんですよ。でも、なんかクラシックバレエみたいな振り付けとか、サンバ。おー、いいね。サンバみたいなのとか。サンバ、またなんか出てきたね。そう、こんな、くね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 。そうそうそう。くねくねくね。とか、もうそんな感じ。やっぱ分かるね、この辺分かるね。そう、やってたからだはず。何もやってなくて、そう、ズンバに入ると、やっぱり最初は皆さん苦戦してるから、そう。だけど、みんな主婦の人が多いんですけど、2年間かな、みんな通って。他の人は、私とは別の人たち、2年間ぐらい通ってる人たちは、もうなんか今は、もっと激しいやつやりたいとか。ああ、慣れてくるんだ。そう、1時間経っても余裕とか、言うから、そうそうそう。やっぱ慣れかなって思います。ね、そうだよ。そうだよね、絶対ね。じゃ、まやちゃんさ、この間やったの。とか余裕でしまよちゃんだった。なるほどね。そう、もうちょっと飛んで、飛んだりしてもいいかなって思う。あ、飛びたいね。そう。ね。飛びたい。パーンって飛びたい。パーンって飛んできたね。そう。めっちゃ燃える。基地の中のさ、ズンバ行ったわけ。どう？ね。もうすごいでしょ。基地は違いますよね、絶対。本当に。30分ぐらいで死亡するよ。あ、いいな、でもやってみたいね。超激しい。もう、本当に。ダンスって感じです。それとも、フィットネスっていうか。どんな感じ？どっち寄りですか？一応、基地の中って体鍛える動きが多いって聞いたから。超、もう最初から最後まで緩いところありません。マジ？超激しい。スクワットとか。あ、もう余裕である。余裕である。もう、スクワットとか可愛いでしょ、これの息は。もう本当に。マジ、超行きた
たいです。でも、すごい。超気持ちいいよ、もう。もう汗びっしょり。うん、やっぱそれぐらい書きたいね。こんなに、こんなに、なんか1時間で、ゆい1時間持たなくて40分で死亡したんだけど、40分でこ、ゆいね、8キロ走っても一応、ね、大丈夫、いけるぐらいなわけ。だけど、すごい、それがすごい。でも、本当に1時間も踊れなかった、その時は。もう8キロ走るより汗がすごくて。そう。ほんとほんと。じゃあ心拍数すごい上がるぐらいのスピードだったのかね。超すごいよ。150ぐらい。ですよね。痩せたはず1日5キロぐらい。やば。もっとよ。いなくなるよ。これ以上痩せたら消えちゃうって。消えていなくなる。これって最後まで激しい音楽だったんですか？なんか。徐々に徐々に。そうそうそう。ね。あー、でも結構激しかったと思う。なんかさ、クラブみたいだけ音も、ドンドンドンって。いいね、めっちゃ聞かせて。本当に、すごいよ。行こう、今度。行きたいですね。連れてってください。教えてね。ゆい、前じゃ見てから覚えるか。ついていけないから。見て、メッセージ来てる。あ、メッセージ。コメントツイキャス。お、どっから行ったらいい、どっから行ったらいい、どこだどこだ。イーサーさん。いっぱい来てる。イーサーさん、グッモーニング、コーザーって。グッモーニング。ゆいの真似したな。ありがとう。イーサーさん、ステイビーさん、モーリーさんいないのって。そうなのね。そうなんだよね。ステイビーさんは、福島に行ったよ。教えてくれた。まよちゃんの方が詳しい。まよちゃん優しいな。本当に。じゃあ、目でわかる、ゆいさんの。目がどっか向くんですよね。よかった。ちょっとわかんない。そう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 。福島に行ってて、モーリーさんは確かお家で寝てんじゃなかったよ。イメージダウン。来るはずだったんだけどな。ね、予定ではね。あ、もう嫌だったのかな、この女の中に。そんな。スタッフも以外でたまに。ね、もっと来てるよ。アルファウィングさん。どうも、グッモーニー。って、あり？スティービーさんは？みんな聞いてる。いないのよ。これ、なんて読むの？みゆまるさん。すのこさん。すのこさん。あ、すのこさん。すのこさん。すのこさん。ことの皆様、おはようございます。おはようございます。おはようございます。もうさ、ゆいちゃんにすのこさんって言ったら気持ち悪い。放送で、すのこさん、すのこさん。すのこさんなんかわかんない。すのこさん。ゆいね、すのこさんって呼ばないわけよ。すのこさん。もう癖ついちゃったよね。もう、ゆいのすのこさん。ゆいのすのこさん。いいね。中野町中月さんからも来てるよ。ミス先浜。もしかして、すーちゃんとマヨが来てるのって。ピンポン。ピンポン。そうね。そうね。見えるかな？見えないね。見て。見える？ユーストで映ってる。ユーストで見えてるかな？そうだよ。今日来てるよ。イーサーさん、今日はゆいちゃん、メインだ。大丈夫か。だからさ、支える、支える。みんなで支えるよ。すでに支えられまくってるけど。いいさ、ず、あ、アルファウィングさん、ん？今週の MC はゆいちゃんとまよさんかな。そうです。と、すーちゃんもいるよ、今日。いるよ。いいささん、ズンバで汗かいて風邪ひいた？さっきはもう親子でズンバレッスンが、にぎわか、にぎやか、なんかな感じ？うん、杉たくだり、杉たくだり。うん、間違ってるかも。なんかな、呼んで。まやちゃん、こっち来て、こっち。こっち来て。まやちゃん、横にこらそうね。これ、にぎやか、杉たくり？杉田くだり。杉田くだり。あ、こっち、こっち、前は読めないや。読めません。お、来た。おー。あ、嬉しいね。伊沢さん、ユーストで二人は見れてるよ。スーちゃん見えてない？今見えたかな？もうちょっとかな？お、飛び、飛び猿さん。飛び猿。なんて読むんだろう、黄門。黄門ちゃんも。初見ですって。ありがとうございます。あ、黄門だよな。あ、水戸黄門の黄門。違う。かな。なんて読むんですか、これ、飛び猿さん。あ、3人入ったんじゃない下。入った？イェーイ。うん、入った。今日、ガールズトークです。普段はミスター・スティービーさんっていうニューヨークから来るんですけど、今日はちょっとニューヨークに帰っておりまして、いません。
そう。はい。あ、入ってるかな、まよちゃんのマイク。あ、ごめんごめんごめん。そうか、変わった。ください。やっほー。リサさん、もうゆいちゃんにはどうやったら伝わるの、伝わらんよ、一緒。一緒伝わる、間違えない。頑張れ、頑張れ。伝わりません。お願いします。そう、やばい。なんか情報ない？まよちゃんのライブ情報も言う。じゃあ、ゆいさんの後で。あ、ゆいの後で。ゆい、okay. ライブ情報してた方がいい？ん？ 16 日にあります。あ、そうだね。まよちゃん、ゆいのライブ情報してほしくない？明日。そうだよ。さっきのはゆいさん自分で言いましたね。10月の21とかね、水曜日にドーナツシアター、そう、シアタードーナツ、シアタードーナツ、沖縄市にあるんだよね。うん、そうそうそう、行ったことないわけ、まだ。そうそうそう、映画のなんかで行ったことなくて、そうそうそう、なんか映画の、うん、なんだろう、カフェになるの、あっちは、うん、映画が流れてるのかな。映画も見れるよ。あ、見れるんだ。あ、そうなんだ。で、そう、そっちからの依頼で、なんか、映画に関する曲を一曲持ってきてって言われて。そう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 。いいですよね、映画の歌を歌おうと思って、この日。うん。イェーイ、ね、何時からだっけ？ 7 時。何時からだっけ？ 7 時から。7時からみたいです。だから6時には。いつだったっけ？え？映画のシアター、21日。映画のシアター、あ、違う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 。シアターどうだったね。映画、映画って言って。映画みたいな。ダメだ。映画のシアター。水着下がってきてそう、21日の水曜日に、はい、うん、シアタードーナツで、うんうん、7時から、はい、ライブしまーす。イェーイ。で、前売りが、前売りじゃないよね、多分。違う、違う。違ったはず。違うや。当日しかなくて、当日、うん。あ、チャージが1000円？うん。で、入るときに、はい、崎山ゆいって言ってね、はい、崎山ゆみに来てよって、うん、そうそう言って、皆さんしたら全部いいことがゆいにあるから言うんでしょ、こらこら大人の事情説明しちゃダメでしょそんな感じ、ゆいも楽しみだから、あ、楽しみじゃ、初めてだから楽しみ、うん、楽しみだから初めてだから、そう、あれ、もっと来てるね、うん、アルファウィングさん、あ、初見の皆さんへ、うん、あ、アルファウィングさん、初見の皆さんへ、この、あ、ちょっとまよちゃん呼んでもらっていいかな、あ、あった、このキャスは沖縄の FM ラジオ、FM コザの番組、グッドモーニングコザを生放送でお送りしています。はい、上手、よくできました。ありがとうございます。とても滑らかで上手。本当だね、ゆいちゃんと落ち合いからさ、落ち合い。落ち合い、全部読んで、ここは。こちも、イーサーさん、そのたんがお母さんで、三姉妹を面倒見ているような状態で。その通りですよ。お母さん疲れてきたよ。お母さん1時間続きますかね。持たないかな。やばいね、頑張ろう。長女は？あ、長女、あ、長女、はい、長女です。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、三女。よろしく。イッサーさん、はい、いらっしゃいませ。お隣、うん、栃木っす。え、はい、あー、ステビさんの横ってこと？あ、あ、うん、うん、違う、福島の横、あ、そうか、うん。じゃない？うん、そうだね。わあ、そうなの？へえ。うん、隣に会いに行って、ね、漏れなくスティービーさんに会えるよ普段ニューヨークでしか会えないから、そうだよ、そう、飛び、飛び、これ何でもか分かんないよ、もう、どれ、飛び、飛びざる、あ、さっきのね、黄門ちゃま、黄門ちゃま、うん、黄金ちゃま、黄門ちゃま、黄門ちゃま、本当だ、水、読んでくださいって、あ、もう難しいな、分かんないな、水戸の五老公様です、ちゃまと呼んでください。ちゃまって。うん、ちゃまでいいんだって。ちゃまって。あ、じゃあ、ちゃまさん。いいね、ちゃまさんでいいや。ね、読みやすい。楽で。ありがたい。いいさあさん、そのたんが。あ、同じ読んだでしょ。読んだ。もう読んで。わかんないよ。ちゃまさん。うん。お隣さんが。よろしくお願いします。お願いします。あ、返事返してるんじゃないかな。イーサーさんに。イーサーさん、ゆいちゃん、翔吾くんも出るって言ってたよ。え、ビルディングブロックスの。翔吾さん。今日？違うよ、その。21日の話でしょ。21日の話。今日系に来たらびっくりだよ。ビルディングブロックス。そう、私の彼氏、翔吾さん。うっ。うって。ええー
じゃあ、次からゆいの彼氏にしちゃおう。怖い。ダメ。ダメ。あ、そうなんだ。うん、出演者、まだもう決まってないって聞いてたけど、翔子さんって来るのね。うん。よかった。中野町勝樹さん、すーちゃんもっと喋ってんねよって。喋ってるよ。本当だよ。すーちゃん。圧倒されてんじゃない？中野さん、ごめん。ちょっと事情は黙っとくわ。てか、すーちゃん今日学校はないの？学校午後から。あら。あれそう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 。どこですか？あ、どこですかと聞いていいの？あ、うん、聞いていい。まずね、ね、あれ知ってて。ピー。ピエ。あ、ピエじゃない。ピエじゃない。アピールしといて。アピール。どこ学校どこ？沖縄市にある、沖縄市かな、沖縄市近いよね。うん、近いよ、ここから。沖縄中央学園だよ。沖縄中央学園。沖縄中央学園。そう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 。やっぱ歌うね。それですか？この歌作った人になりたい。よく歌われるからね。そうなんだ。すごい。今日水曜日休みなんだね。違う、午後からって。受ける。違う、休みなんだ。休みなんだ。出中休めって言うからね。そう、休んじゃ休んじゃ。出中休めって言われるから。専門学生？そうそうそう。学校です。いいな。そう。うん、専門学生、すーちゃん。いいね、じゃあ終わってからそのまま行かないとだね。そうそう、終わったら学校に行きます。頑張ってください。じゃあ盛り上がってるところ申し訳ないんだけど。あ、コマーシャル？そうだよ、忘れてるでしょ。ごめん、ずっと焦った。じゃあコマーシャル一回聞かせてあげましょう。聞かせてあげましょう。ではどうぞ。もう全然一個着ないだろうみたいな。CM 忘れてるでしょみたいな。忘れてた。結構長い間忘れてたんじゃないこれ。なんでだろう。本当は何分に行かないといけなかったの。え？いいよいいよ。まあ大丈夫だ。いいの？うん。いいよ、コマーシャルいっぱい流して。じゃあ何しようか。じゃあ聞こうね。リスナーさんに。うん。ガールズの何を聞きたいですか？あ、いいですね。ガールズに質問。三姉妹に質問。3姉妹に質問して。うん。あ、いっぱい来てるよ。メッセージがね、AKB ファンさんから来てる。本当、どっから読むんだろう。本当ね。あ、のこさんが読んだ方がいい？あ、いいよいいよ。まんちゃん読んで。はい。あ、まんちゃん。ゆいちゃんじゃないよ。ゆいはダメ。カミカミだからダメだ。あ、これ。あ、はい。お。で、ツイキャス戻しとき、こっちね。わかりました。うぃー。おはまようって。おはまよう。あー、やっぱ、そう。FM ギノワンで、うん、あの、AKB さんが作ってくれたの、おはやみんじゃなくて、おはまようにしてくれた。あ、出たんだ。月曜日だけ。限定。おはまよう。イエーイ。おはまようっていいね。おはまよう。まなんか、シンゴのなんか、そう、おはーって。雪のね、一人でね、おはらでもやってた。昨日、車の中でなんか、見て、あ、こんな歌もあったな、昔おはらしてたなって。おはらの子供時代でしょ？おはらの時代、ゆい。めっちゃ学校行きながら、おはらってやってた。ね、やりましたよ。おはらってやってた。わかる？わかるよ。始まったみたい。やっほー。じゃあメッセージ来てるので、メッセージをまよちゃんに読んでもらいます。はい。はい。AKB ファンさんからです。はい。ゆいちゃん、まよちゃん、もう一人の可愛い人、すーちゃんですよ。おはまよー。おはまよー。ありがとうございます。FM ギノワンの、時に月曜日、モーニングエイトやってるんですけど、その時に AKB さんが、そう、作ってくれたんですよ。おはやみんじゃなくて、うん、おはまよ。流行らせてください、皆さん。いいね、いいね。おはまよ、いいよ。そう。ね、スティービーさんは、休み？ツイキャス大丈夫やで。あと、ゆいちゃんマスクしてどうした？以上。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 ありがとうございます。どうしたら私は。だから風邪？全部前が通訳します。予防。ライブ前。そうだ。そう。ね。ライブ前予防するの、いつも。うん。すげえ。みんなも予防大事よ。そうだよ。あのさ、ゆいちゃん、髪切っちゃったね。そう。バッサリ。ねえ。
だからさ、誰も触れてこないのどういうことかな。話そうか、待ってたんだよ。ああ本当そうか、初めて切ってから。でもさ、そうそうそう、みんな知ってる何を切ってからさ、本当はさ、先週に切ってからこっち出たわけ。そうそう、嘘だ、嘘だよ。誰も気づいてなくて、スティービーさんさ、その日の夜にほら、会いに行ったわけね、うん、ほらほら、ズンバで、ズンバ、シャスフィーさんが、ユイ髪切ってるって、今日朝あったじゃないの、みたいな。7日、7日、嘘、先週、あの時誰も気づいてなくて、そう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 、え、帽子かぶってたから、黒い帽子、そうそう、かぶってた、かぶってた、それは覚えてるよ。でもその時後ろに髪巻いて後ろに持ってたかが見えなかったのか、うん、そう、めっちゃバッサリ切りましたもんね。実はちょっと切ったんだよ、見て、もう短いよ、眉より短いんじゃん。あ、写真写そうとしてる、ういちゃんと帽子取るんでしょそうなんだよ、でも切っちゃったよ。超はあ、ありがとう。めっちゃ似合ってます。本当、うん、かわいい。てかまやちゃんも切ったよね、そういえばね切った、うん、もうちょっと伸びちゃってるけどね。今ね超流行ってんね。ね、なんか美容室に行ったら、うん、今ねもうボブカットする人が超多いって言ってた。やっぱそうなんだ。超多いって、もうみんなバッサリ切っていくって言って、うん、なんで、うん、何かあったの、あ、流行ってんじゃないかなただの流行りか、うん、そうそうそう、いいのこんなに切っていいの、うん、本当にって超言われて前も聞かれましたよ、うん、そう、そうもうハサミでプルプルしてるわけ、美容師さんが本当にみたいな、うん、そう、腰までやったんですよ、私も。そうそう、長かったもん ね、同じぐらいあったけど、バッサリ。でも気分いいよね。超いいです。シャンプーとかもすごいあるし、そうそうそう、ハイヤーもすごいあるし本当シャンプー、ゆいさんもさ、本当に髪洗ってる時に自分をハゲた気分だなさすぎて、こんなにシャンプーこの量でいいのみたいな。そうそう、めっちゃ泡立つと思って。そう、いいよね、すっきり。皆さんも一緒に切りましょうね。ね、切りましょうね。ボブにしよう、みんな。はい、来てるよ、ツイキャス。どっからかな、どっからかな。こちら。あ、アルファウィングさん、ゆいちゃん、まやさん、グッチョ。グッチョ、ありがとうございます。ありがとう。イーサーさん、1月にもスティービーさん、福島に行ってたね。行くって言ってたねって。あ、みたいですね、年明けにも。スティービーさん、福島結構行ってるよね。行ってる、行ってる。すごい。講演会、講演会みたいな感じかな。講演会、スティービーさんの講演会。あ、違うかな。わからない。わかんない。帰ってきた時に、聞いてください。大人の情報聞きましょう。と、あ、チャマさん、3点しましたって。どういう意味？どういう意味？三点？三点？三点しました。なんだろう？三点しました？わかんない。どういう意味だ？わかんないぞ。教えて。イサさん、天然の事情。しっかり者の長女。おしとやかんだ三女。事情なってるの？イサさんのことじゃん。天然の。あ、じゃあ、大事になってる。え、ゆい、しっかり者じゃん。しっかり者の長女じゃん。しっかりしてないかな。しっかりしてないかな。イーサーさん、こりゃミキサーがあたふたする パターンパティーンだな。ありがとう、イーサーさん。分かってくれてる。あたふたしてる。あたふたしてる。やばいよ、もう。中野町の和樹さん、マヨの告知。うん、先浜。さ、あ、ミス先浜とスーちゃんが出会ったきっかけが聞きたいです。ああ、はい、今日ね、ガールズに質問があればと。そう、ガールズに質問に、あの、何でも答えるので。何でも何でも、もちろんさ、答えてしまおう。答えないことしてる。電話番号も、電話番号も何でも答え。あ、こんにちは、久しぶり。おはようございます。ね、質問いいですよと。はい、ということで、カリムさんがマーヨーの告知って。はい、あ、じゃあ先に、うん、16日今週の金曜日に、うん、一つ目が、うん、9時から夜の12時まで、こっちの、ステージとか、うん、こっちの FM 小座で、あの、ペチペチョ階段、そうそうそう、はい、があるので、怖い階段。そう、それって本当に怖い話するの？めっちゃ怖いです。リアルに怖いです。あれは。え、そんな怖い話いっぱい持ってんの？前は、一個だけ、この間もやったんですけど、またなんか、読んでいただいたので。読んでいただいた、幽霊に。幽霊に。そう。あの、はい、平安さんに。あの、見えない友達に。うん。やだ、怖いね。そう、だから、それで、告知じゃない、なんだっけ。怖い話できたらいいなって思って、思い出すとこうね。聞きたくないな。ちょ、本当に。聞きたらいいじゃん。
一緒に。そうそう、うん、見学、見学も。持ち帰って眠れなくなる。本当に怖いです。怖い話。うん、嫌いじゃないんだけどな。でも、わかりますよ。聞いた後に後悔しません。うん、そうそうそう、ね、しますよね。聞かんけばよかったので。お風呂好き好きです。嘘、めっちゃ好き。あ、まじ、あ、一人とかよく見る。おいで。一人でも見れる人、うん、あー、一応見れ、見ようと思えば見れるけど。いや、すごい。ちゃんとさ、お風呂入れなくて。だからそう、お風呂、目つぶれないじゃん。そう、開けた瞬間に。そうそうそう。そうそう。みんな同じだ。全然そう、嘘でしょ、うん、お風呂も入れるし、トイレも行けるし、すごい強いなすちゃん、超すごい意外、ちっちゃい頃から慣れてるかも。友達とめっちゃ見てて、 DVD とか、もう遊ぶ時に必ず見てた、中学校の時とか、すごい、まさかの慣れたのかも。次女、三女、三女、強し強いかも。うちゆりは友達もいるわけ、うんうん、なんか家でなんか怖いムービー見るだけだったらいいんだけど、うん、電気とかも全部消して見るって、うん、いますよね。怖くないのって言ったから、この怖い感じがいいみたいな、うんうんうん、全然共感できない。怖い、なんで本当に見ながら想像しますもん。今からお風呂入ってこの人出てきたらどうしようとか、なんか前の世界ってどうなるのかなとか、めっちゃ想像しながら喋っちゃう。会長、そう、そういうのがあって、見学もできるんですよね、うん、だから来てください、ぜひ、うん、そうなんです。そっちゃ行きたい、来てね。そう、その流れで、いや、まだ、そっちはちょっとこんな、うわ、濃い、めっちゃいっぱい、本当だ、その流れで、うん、あ、で、うん、あの宜野湾市のアラグスクにある JJ、うん、ライブハウス、こっちが終わったらそのままそこ行って、12時からか、だから前は。初めて聞いた。そう、大きい広い、なんかライブハウスがあるんですけど、そこで今度はスティービーさんと、またライブがあるので、16日、こっち来た後に、うん、みんな一緒にアラグスクの JJ 行こうね。あ、いいね。そのまま。そのままみんな連れて行っちゃえ。そう、行こう。怖いの忘れよ。ね、そうですね。歌歌ってから忘れよ。みんな一緒だったらね。怖くない。大丈夫。そう、よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、そして、かずきさんの質問。ミス崎山とスーちゃんが出会ったきっかけと、ウィー、うん、聞きたい。そうそうそう、嬉しい。めっちゃ楽しそうだよ。スーちゃん超詳しいから。じゃあそうか、話、そっか。はい、自分はちょっと琉球舞踊をしてて、うん、で、名護の、うん、ガジュマル、なんだろう、あっち、ガジュマルの木の下、どこだろう、アガリエ、アガリエかな、あ、アガリエになるかも。大きいガジュマルの木があって、うん、そこで、うん、なんだろう、あれをなんかイベントがあったんだよね。そうそう、そう、なんかイベントがあって、自分はリューブで出て、うん、で、ゆうさんはそう歌いに来てて、うん、そこで初めて喋ったね。初めて喋ってで、写真撮って、で、Facebook で繋がった。がきっかけ？そうそう。そうだったんだ。ね、超可愛いわけ。出会ったね。出会ったきっかけのね、記念日まで覚えてる。そう。なんで付き合ってんの？付き合ってる。付き合ってる。そのぐらいもんかね。最近2ヶ月半、あ、2年半だったんだね。2ヶ月で。結構長いね。そう、覚えてるってこないだね。自分たち2年半になったんだよ。超可愛いな。そうそうそう。いいね。あれか、早いね。もう2年半なんだよ。早いの？早遅い。なんかもっといる気がする。10年くらい経った気がする。うん、そうそう10年くらい。何歳から人生の半分だ。そうだね。めっちゃ落ちる。そうだね、ガジュマル、おっきいガジュマルの。そうそうそう、木の下でさ、ライブやってたわけ。貧困ガジュマルとかいうやつ。そうかもしれない。どこ？あの、名護のほら、大きいガジュマルがあるの知らない？有名だわけよ。道の真ん中に。道の真ん中？うん。あれ、ゆいたちの先輩だよ。あ、めっちゃ先輩。私の先輩。何聞いてんだよ。ウケる。そうだ。1000年ぐらい行くのかな？わかんない、でも。これもう本当に。何百年だと思う。大きいんだ。あっち絶対神様いるよ。ゆいだってあっちでうとうとしたもん。神様いそうと思ってうとうとした。そうなんだ。道の真ん中に立ってる。そうそうそう。道の真ん中に立ってる。すごい、そこでイベント、うん、ね、面白いね。あった。野外ね、野外ね。野外だった。楽しかったよね。お祭りですか？
とはまた違う。お祭りになるのかなあれ。なんかお祭りっぽかったよね、うん、一応ね。一応、うん、屋台とかもあって。すごい。行ってみたい。そうそうそう。名護に行く機会があれば。はい、そうそう、私じゃ名護出身。あ、そうなの。そう、出身は泣き人だよ。名護と泣き人って。違うよ。全然違う。全部名護と思ってたから。違う。名護の中では全部名護と思ってた。違う、前のおじいちゃんとおばあちゃんが、やんばるなんですよ。あ、勝山。あ、一緒だよ。名護だよ。本当？勝山じゃないけど。そう、だから、じゃあ行くときに見てみます。気にしてからね、道の真ん中に立ってるガジラ、うん、めっちゃ有名、うん、絶対通ってるよ。見てないだけかな。近くに桜祭りあるよね。うんうんうん、名護の桜祭りあるところ。そうそう、桜祭り行くときに通るはずよね、あっちね、うん、桜祭りスティック。あ、ちょっと通ってるよ。先輩がよく通ってるよ。先輩の横。そうだね。見てみよう。見てみて。そうなんだ、いいね。なんかメールがまた来てますよ。あ、うん、メールどこだ。ここで戻るし、戻るして、やばい、超詳しいんだけど、どういうこと。はい、うん、あ、違う、これさっきの、これさっきの、こっちこっち、さあ戦ってますよ。やばい、あ、ここごめん。これ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 、それそれ、イーサーさんだ。はい、いいの。読んで。はい、イーサーさん、そのたん三姉妹リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。イーサーです。スティービーさんがいないとき、いない日、今日は、ご新規さんも来たりと賑やかになりそうな予感。三姉妹への質問ですが、お、はい、お、ボス、ボスミキサー、ボスミキサー、ボスミキサー、あ、ボス、ボスミキサーがいる前で、三姉妹が目指す素敵な女性ってどんな感じなのか、教えてもらえたら嬉しいかな。これ、今、イーサーさん振ってるからね。振ってるからね。ほら、ここに見本がいるよって。オッケー、オッケー。大丈夫、大丈夫。空気読めますよね。そうそうそう。リクエスト、ゴーヒロミ。多めにいい顔？なんだろう。お願いします。じゃあリクエスト先にしよう。じゃあない。あ、ないの。ごめん、今探したけどないの。ないって。じゃあ違う曲で、ね、違う曲。ゴーヒロミの違う曲でもいい。それもある？ゴーヒロミのね。あるかな。あ、待って、出たかも。出たかも。うんとね。じゃあそれやってる間に考えよう。え、これの時に曲かけるって。多めにいい顔ってやつだね。はい。でもね、リアルに考えるんだよね。今ミュージックボックスがくる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 してる。あー、参ったらこれ。何かな。どういう人になろうか。だからね。でも。よく考えるんだよね、それ。考える前も考えます。考える。なんかいろんな人見て、あ、この人みたいになりたいなって思うけど、また別の人見て目移り。あ、目移りした。なんかでもこの人もいいなとか思って。そう。あります？そういうの。ええー、あるかな。若いからな。うん、ね。ね、まだ若いことない。若いから。10代だもん。とか言って10代にしてるでしょ。いいよ、10代にしといて。10代？10代だよ、まだ。今年じゃないけど。最近10代。最近まだあとちょっと10代かな。じゃあ曲見つかったから、その間に三姉妹には考えてもらいましょうね。はい、イーサーさんからのリクエスト、郷ひろみの How many いい顔。来る、きっと来る。あ、もちちさん、あ、怖いね。ダダンダンダダンとか出てくるでしょ。
30分で一回切れる、はい、え、今頃？おいおい、分からんかった今頃か。そっかそっか、うん、ね、もんちっちさん久しぶりです。考えといてよ、メッセージへの回答。何だった？素敵な女性、うん、目指す素敵な女性ってどんな感じなのかなって、うん、どっちもいいよでもダメ。じゃあ、先にどうぞ。先にどうぞ。しっかり者の少女から言う。そうだよね、しっかり者から行こう。しっかり者から。しっかり者だったはずなんだけどな、いつから一回も出なくなったのかな。お前出会った時かな。しっかり者から。受けるもん。ちっちゃい時見てみたい。ちっちゃい時さ、ジョーさん、へっこみ事案だったって。へっこみ事案ひっひっこみへっこみ事案へっこみ事案へっこみ教えがありました。新しいのが出た。なんだろう、へっこみ事案って。なんでへっこみまくり常に人生早くない？へこんでばっかり。うわー、きついなー。もういいじゃん。もうやだやばいね。あ、コマーシャルじゃん。あ、CM だよ今。一度目に。あ、これ。五四三二一。まだ大丈夫よ。あ、大丈夫。あと1本ある。ね。一人下がっちゃった。本当だ。指やったかも。おはまようからだよね。あ、よう見れた。吹いた？吹いてなかったの？吹いた。あ、もう笑ったってこと。流行らしてね。だから流行らしてよ。おはまよう。よろしくお願いします。銀の湾でラジオやって。うん。で、おはまようってじゃ言ったらいいんだね。そうですね。ラジオ前に、これスティービーさんみたいに。ミスタースティービーさん。グッモーニングコーザーさん。おはまよう。マヨ一人で自分の名前マヨって言う。おはまよコーナーです。コーナー今日はそう、やったらやったら今マヨマヨって言うけどね。うん、マヨマヨ。そう、マヨマヨ2回マヨ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 ネーズみたいなね。ね、マヨネーズみたいだね。絶対言われる。マヨマヨってとっても、うん、そう。だから初対面でマヨネーズって言われたら聞き流します。まずと聞き流す。はい、マイクあげるよ。やっほー。GMK だよ。メッセージ来てるので。あ、違うや、その前にね、犬の前で、さっきのなんと質問に答えなきゃいけないんだよね。さっきの質問は、うん、なんとあと三姉妹が目指す素敵な女性ってどんな感じなのか教えてもらえたら嬉しいかなって。はい、うん、そうだ、はい、こっちごめん、はい、ありがとう、マヨマヨ。何、うん、これインストロールって出てきちゃった。押していい？パソコン、インストロール押していい？怖い。何かをインストールしようとしてるゆいさんが。はい。じゃあ、前からいきますね。ゆい、こんなの結構イエスと押しちゃうタイプだから。ダメ、危ない。危ない。危ない。そのうちパソコンも使えなくなっちゃうよ。危ない。危ない。オッケー。前が、私が。しっかり者のまよちゃんからお願いします。はい。私が、目指す素敵な女性。うん、は一応結構目移りするんですけど、なんかいろんな人見て目移り、うん、なんか将来こうなりたいな、ああなりたいなって言ってずっと常にやっぱ考えるんですけど、うん、やっぱりなんていうのかな、うん、ずっと、うん、このずっと目指してる一つのものが
常に笑ってる？夢かね。なんか表だけじゃなくて、うん、なんか常に人生楽しんでるような女性。あー、そう、辛いことも、いいね、うん、多分あるし、へっこむこと、へっこむ。さっきの言い方。あー、やっぱり兄弟は似るんだよ。さっきの言い方、いいこと言ってるつもりなのに。兄弟は、なんでもない。へっこんじゃった。え、へっこむ、当たってる？わからん。あ、へっこむだ。そう。へっこむときとかもあると思うんですけど、うん、なんかそういうのも、なんだろう、うん、笑って、吹き飛ばせるような、そんな女性になりたいなって思う。いいね、うん。あとは大好きな、やっぱ歌とか音楽は続けたいです。スノコさんじゃない？笑って飛ばしてる。だからそう。なんで、ね、いやいやいや、真面目だよ。いつも笑ってるよ。ね、いつも笑ってるから、本当にでもそう、ボスミキサーみたいになりたいです。取ってつけたかでのようなコメントありがとうございました。ジョーケル。はい、以上です。ありがとうございました。したら三女。ありがとうございました。じゃあ長女飛ばして、あ、次女飛ばして。最後まで飛ばしてもらおうかな。スー、スーもマヤさんと一緒で、はい、このずっと笑ってる人、うん、もう笑ってる人が見てて、この見てる側 もう幸せになるし、一緒にもう笑ってたの、なんて言うの、一緒に笑いたくなるし、うん、笑ってたら楽しいし、うん、だからずっともうおばあちゃんになっても死ぬまで、ずっと笑って、もう笑顔が素敵な人になりたいです。ヘラヘラしてる人？なんて？ヘラヘラ。ヘラヘラ。ヘラヘラ。違う。ヘラヘラじゃない。それは嘘だよ。ちょっとちょっとだけ。長女、次女かな、意地悪。ヘラヘラ。ちょっとだけ。はい。あ、終わり？終わり。終わり。はい。長女。え、ゆり？はい。なんかなぁ、わかんない、なんだろう。なんかいつもこうなりたいって思うことはいっぱいあるんだけど。うん、なんかあえて聞かれたら困る。なんかそのままでよくない？うんうん。ね、そのまま？なんかゆいさんはそのまま。そのままでいいかな、うん、このままがいい。そうみたいです。超適当。でもいつもね、みんなでもね、なんかね、ゆいね、超ミランダカーに憧れてるわけ。あ、いい。なんでいいかなって言っても、なんかね、うん、彼女ってなんか、年取っても年そうに見えないっていうか、いつもなんか自分に、なんていうの、ストレッチとかする人なの分かる、うん、ヨガとかしたりとか、うん、なんか常になんか、で、なんか、なんだろう、体にいいもの食べてたりとか、めっちゃ美容に対してすごいさ、ね、なんかさ、なんか、大人になっても、なんていうの、その、なんていうの、女性っていう心忘れない人好きだなって。あー、なるほど。超思う。女であること。自分も絶対忘れちゃダメだなって、ちょっと油断しちゃダメだなって。そっかそっか、どっかで気緩んだら、あれですもんね。そうそうそう、思う。あー、いいかも。ミランダか。超憧れる。しょっちゅう見てるわけ。この人いいな。ゆいも汗かこうと思わせる。めっちゃ影響されてる。影響される。めっちゃいいこと。される。あ、いい。あ、でもミランダか好きです。で、ココナッツオイルとかもあの人かですもんね。ねえ、うん。そうそうそう。あの、チアシードとか。そうそうそう。抜けるっても、ゆいさんカリフォルニアに行ってから。そう、すぐこのココナッツオイルに影響を受けて、ココナッツオイルをめっちゃ髪にベトベト。待って、どういうことだろう。手加減ぐらいはないじゃん。で、つけて、そのまんま寝てた。タオル引いてが出て、次の日洗って、全然サラサラならなかった。あれね、ゆりやり方間違えてたのか、つけすぎだろう。なんだろう。すごいことな。あの、食用ココナッツオイルをいっぱいつけてたんだね、食用。そう、だから、ミランダさん返事ください。違うよって。やり方ちょっと間違ってたら返事ください。間違ってたら。絶対間違っちゃう。はい、でもいいな。そうだね。うん。最後に、あの、ボスに聞こうかな。はぁ、これから私もいい大人ですよ。この先、あのガジュマルの木みたいな。そうだね。大地に根を張って、みんなを侵食して、みんなを食い散らかしてくれ。
世の中の木という木を全部私が埋め尽くしてる。かっこいい、かっこいい、ね、もう宇宙から見てもなんか千葉なその子の木みたいなね。分かるからね。なんであれだってな、ピーターパン。ピーターパンでしょ。違う、ジャックジャムの木だけでしょ。なんでピーターパン。じゃなくて豆の木か。やばい。この木登ったらスノコさんに会えるよみたいな。どんなよ。だからさ。すごいね。ね。だからね。ああおかしいおかしい。もうこの女どもやりたい放題してる間にいっぱい来てるよ。来てるよ。じゃあ呼んでもらっていいですかね先輩。はい、はい、アルファウィングさん、おはまように吹いた、ありがとうございます。流行らせてくださいね。おはまよう、流行らせてよ、おはまよう。で AKB ファンさん、え、はい、ゆいちゃん髪切ったって、うん、はあ、気づいてくれた、イエーイ、かわいいでしょ。でそのまま AKB ファンさんが、さあしーすーちゃんかわいいなこれも流行らすさあしーすーちゃんです。何でも作っちゃうね。ゆいのも作ってもらいたいかな。 AKB ファンさん上手。でイーサーさん、こりゃ延長ものだな。ありがとう、コインたくさん。本当に、ね、皆さん、本意ありがとうございます。で、イーサーさんが、くる、きっとくる、後ろからモリーさんが、だからさ、しみこわよ、酒瓶も来てほしいんだけど、お酒持ってから、今月飲んでな。どういうことだ。で、そのまま、なんだろうって、ゆるキャラすぎるな、すーちゃん。すぎるすーちゃん。ね、なんだろうとか言ってたんですね。で、ゆいさんにだ、これは、イーサーさんが、キヨ先輩って当たり前やろ、やっぱゆいちゃん笑うみたいな。けるね。でモンチッチさん、はい、その子さん、お久しぶりです。ありがとう、モンチッチさん。ありがとうございます。モンチッチさん来てくれてるんだ。 ありがとうございます。嬉しいです。ね、アルファウィングさん、ハロウィンが近いからかぼちゃプレゼントしますって出てる。やっぱさっきのかぼちゃなんだ、うん、かわいい、ありがとう。もうちょっとだね、ハロウィンね。うん、で、エンチャー入れましたんてよ。ありがとうございます、うん、あ、アルファウィングさんが、今年のハロウィンコスプレまだ決めてへん、いつもやってんの。だからね、えらい、すげえ、すごい、全然できない。ちょっとあの写真アップしてね、こっちに、ね、こっちに送ってきてね。見たいです、やりたいな、前も。で、イーサーさん、へっこみ事案受ける。へっこみ事案、何の事案ですかって。へっこみ事案新しいぜって、みんなからツッコミ来てたから。お、はーまよーって、イーサーさん、ありがとう、はまよー。なんだよ、ほんとミキサー泣かせの三姉妹。さすがしっかり者のまよちゃんらしい。女性像、ありがとう。出た、もう半回答、ゆるキャラ三女、話してる途中も笑顔。最中笑顔。あ、こっちだ。いるから。かわいい。で、イーサーさんが、ゆいちゃんはやっぱり天然なママが一番なのかね。肩にはまったゆいちゃんはらしくないかもね。うん、ありがとう、イーサーさん。お姉ちゃんが、なんでピーターパンやねん。本当だよ。だからね、なんでピーターパンが出てきたんだろう。あれ、永遠の子供だよ。永遠の少年だよ。スナコさんが。ウケる、もう。いや、もうそろそろお時間ですよ。どうでした？ 3 人。早い。楽しかった。しかもさ、3桁言ってるよ、ツイキャス。すごくない？こんなの初めて見た。すごい、すごい。何？あ、3曲いっ、じゃあ3桁か。3曲。114人が全部。一度は見てくれてる。ありがとう。ありがとうございます。うれしい。楽しかった。女子、女子会じゃなくて、ガールズと。早い。もうマヨちゃん、マヨちゃんの曲でしょ？そう、後ろから流れてるの。流れてます。うん、ありがとうございます。あ、そうか、まゆちゃん聞こえない。そう。そう。エンディングいつもこれだからね。ほら。はい。あ、そういつもそうそう。イェーイ、ことの肌。まゆちゃんだよ。生が来てますよ、生。生まよまよ。生まよ。そうだよ。うん、閉めて。閉めていいのこれ。そうできないよ。本当に。皆さん、今日ありがとうございました。まったねー。今日の。今日のパーソナリティは崎山優衣と FM 小座千葉のその子と金子真也と鈴鹿でーす。でした。ありがとう。またね。はい、アルファミングさん、今週もめっちゃ笑えて面白かった、お疲れさんでした。ありがとうございます。イーサーさん、あっという間の1時間ガールズトーク楽しいでーす。またやろう、来週も。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。